他の選手はうまいですからね。ジャパン出たんでしょうね、昨日ね。こう、コンマ82、対するは伊藤選手。岡野選手今ランキング8位ですね。いや岡野選手もね、ジャパンの選手なんですよね。めちゃめちゃうまいですよね。ちょっとね、浅田選手にはもうやってられんみたいな感じになってましたけど、やっぱこう狙えてますもんね。もう寄り方が尋常じゃない。さあ対する伊藤選手、久々に見ますけどね、調子はいかに。もうね、岡野選手クラスになればもう本当に180のような100とかね、しょっちゅう出ますからね。そうですよね、このオンラインがね、本当に撮影環境はね大変ですよ。あのもううち の, あのスタッフも含め、協力店舗テナントさんもですね含め、かなり向上はしてきたんですけどね、やっぱりどうしてもやっぱり、ズームでやってる以上はね、やっぱり良くはないですね。いやー、いいカバー。なんかもうどれも140のようなね、ダーツポジションを作ってきますよね。さあ241残り。さあここはね、あーっと43とロースコアで351から伊藤選手トリプル絡んで291から271。198残りですね。ここはもう確実に上がり目だし、できたらですね、100台、あ、100キルぐらいの数字がベターですね。100取って98残り、60で138、60取って138残り、264残り、オール20ですね。今のね、3投目に19ならいいんですけどね、やっぱちゃんと数字を認識したかったですね。138を118から、ここもね18いくんですよね。で20に戻る、95残り、まあ、相手がね上がり目がないので216残り。うん、95残り、19からですね。ブルからいった、ブルからいって、これは今は7ですね。そして88を20、トリプル入って14ダブル。
惜しい。124残り。さあここも20から、そして54トリプル絡んでブル。あっと、さっきはね60入れてきたんですよね、あのレッドブル野毛俊平が60から14、そしてインナーでレッドブル。さあ7ダブル。さあさすが、ちょっと岡野選手としてはなかなか決まんなかったんですけどね。さあ岡野選手、なんかすみませんね、これちょっとどっかでお祭りですかねこれね。まあ冬は火の用心、夏はお祭りですから。さあ100取ってきます。もうねこれはもう風物詩ですから、風物詩。さあ401、140取ればねものすごくいい流れになるんですけどね。いやー注文通り140取って261というね、これがやっぱり、PDC で、2スローで261というね、よく見る光景ですよね。でこの261から、まあ、100とか140取ってっていうパターンですね。さあ241から100取って161、上がり目が出ます。あーちょっとかっこいい、かっこいいな岡野選手、ちょっとね肘痛めてますけどね。378から、161残り。きた、101を17いくんですかね。あーっとカモンかっこいい、あ18いくの。ちょっと PDC っぽかったですね今のパターンね。観客が催促するんですけど、選手は一泊置いて笑いながら18に行くというね、PDC でよく見る光景。いやー狙ってるけど決まらず。そして8ダブルですね、北野選手。
まあもう今年もね、もう8月になってきて、D ツアーも終盤になってきてますけどね。まあこれからの流れはまた後で説明しますけど、来年もね、もう企画しますからね。来年もね、D ツアー、このオンラインも含めて、あっと他の選手見事にこれで64進出です。